疲労回復にいい食べ物。疲れを感じたら取りたい食材と食べ方。疲れを感じたとき、あなたはどんな工夫をしていますか？食事で疲労回復をするのであれば、ぜひ積極的に取りたい食べ物や食材があります。本日は、食事で疲労回復したい場合のポイントや、疲れを感じた時に良い栄養素と食べ物をご紹介していきます。疲労って何？そもそも、疲労とは一体何なのでしょうか？普段、疲れたと感じることはあるものの、その意味って考えてもわかりませんよね。近年、この疲労について研究が進んでおり、疲労のメカニズムなどが解明されてきています。基本的に、疲労を感じるということは、休め、というからだからのメッセージだという説もあります。疲労を感じている時というのは、体に様々な症状が起こっています。例えば、慢性的な疲労を抱えている人は、自律神経のバランスが崩れていることが多いのだと言います。そのため、夜、なかなかリラックスできず、いつまでも神経が高ぶっているので、寝つきが悪くなることがあります。また、血液中の酸化ストレスが多くなっているのも、疲れた体の特徴だと言います。また、セロトニンという幸せホルモンの分泌も乏しいのも特徴です。このように、疲労が重くなると、体に様々な支障が生じてきてしまいます。これらを改善するための一つの方法として、食事から疲労回復する方法があります。今回は、その食事からの疲労回復のポイントをご紹介します。食事で疲労回復するポイント2つ、具体的に疲労回復のための食事のポイントを見ていきましょう。どのような食材であっても、調理をする前に次の2つのことを意識することがポイントです。基本的には胃を休ませることが大切。私たちの体は、食べたものを消化するとき、大きなパワーを使っています。体は正直なもので、疲れているときは、疲労回復のためにパワーを使いたいため、食べ物を消化するためにパワーはできるだけ使いたくないのです。心身ともに疲れているときは、無理をして食べるより、少し胃は休ませてあげましょう。味噌汁やスープなどを飲むだけでもいいです。もっと何かを食べたいという方は、できるだけ消化の良いものを選びましょう。おかゆやうどん、茹で野菜や豆腐などがおすすめです。胃などの消化器官を本格的に休めるためには、ファスティングも有効です。ファスティングとは、一般的に、3から6日程度、ビタミン、ミネラルの豊富な酵素ドリンクなどだけで過ごす方法です。水だけで過ごすのは危険なので、栄養のあるドリンクを飲みながら行われることが多いです。ファスティングを行うと、体に留まっていった老廃物や消化しきれないで残っている食品添加物を排出することができると言われています。また、胃腸の負担が減るため、リセットできるのも魅力です。ぜひ実践してみましょう。ただし、ファスティングは自己流で行うと危険と言われていますので、必ず専門家の指導の下で行うようにしてください。胃の負担を減らすために調理、食材選びに工夫を、疲労回復のためには、胃の負担を減らすために、調理や食材を選ぶときには工夫をすることがポイントです。例えば、朝食の定番メニューの一つ、ゆで卵は消化に悪いため、卵を食べるならオムレツにする方が良いでしょう。ふわふわのオムレツにすれば、胃にも優しくなります。野菜も、疲れているときには、
いつもより柔らかめに茹でるといいですね。玄米を朝食にしている方なら、疲れている時は消化の良い白米にしておくなど、体の状態に合わせて食べ方を工夫してみましょう。疲労回復に役立つ栄養素は、さて、次に、何を食べるかです。疲労回復に役立つ栄養素を見ていきましょう。今回は、主な5つの代表的な栄養素をご紹介します。疲労回復に役立つ栄養素1、タンパク質。タンパク質は、疲労回復の基本的な栄養素と言えます。運動をして筋肉が損傷すると失われるのがタンパク質です。そこで、筋肉の疲労回復をするのに役立つのがアミノ酸です。体内に入ると、アミノ酸に分解されるタンパク質を積極的に取り入れましょう。タンパク質の多い食べ物は、肉、魚、卵、大豆などです。ちなみに、厚生労働省による日本人の食事摂取基準によれば、タンパク質の食事摂取推奨量は、1日男性18から69歳が 60g、女性が 50g となっています。食品のタンパク質の量は、ご飯時山日体、160g、で約 4.0g、食パン6枚切り1枚で約 5.6g、鶏卵1個で約 6.2g、牛肉、豚肉、鶏肉 50g あったり約9から10g、魚 50g あったり約10から 13g です。ぜひ目安にしてみてください。疲労回復に役立つ栄養素に、ビタミン B1。ビタミン B1 は、糖質を代謝するときに使われる重要な栄養素で、疲労回復に大いに役立ちます。豚肉などに多く含まれるため、積極的に摂取しましょう。また、ビタミン B1 は、ネギやニンニクなどに含まれる、アリシン、と結びつくと、吸収率が高まるため、より疲労回復効果が期待できます。豚肉を炒めるときにネギやニンニクを利用するなどし、疲労回復ご飯を取り入れましょう。